教育課程とは学校教育の内容を系統立てて配列したものを言う。教育課程は教育内容の広範かつ一般的な計画という側面を持つ。カリキュラムの同義語と捉えられることもあるが、カリキュラムのうち具体的な教育計画を指すこともある。一般的に教育課程に定められた条件を満たすことによって終了や卒業などが認定されることが多い。 教育過程は一般的に学校教育をはじめ児童、生徒、学生などによって学ばれることの体系である。教育過程には特定の職業分野において必要な資質を育むためにある程度厳密に定められているものもある。教育過程の同音異義語に教育のプロセスを指す教育過程があるが、教育過程は教育過程と区別される。 別々のものである。教育課程は、教科、科目の目標や内容などを定めた、教科課程、学科課程などと、教科、科目以外の様々な活動からなる、教科外活動などの二つの部門から成り立っている。第二次世界大戦前の日本における教育では、教科課程、学科課程などが、教育課程のほぼ全てとも言えた。このため、教育課程については、 どのような教科、科目をどれほどの時間数をかけて学習するのかということを中心に考えられていることも多い。しかし、教科、科目のみによって教育を発展させることが困難なこともあり、教科外活動などの重要な意義が認められ、一定の活動については教育過程の一部として正式に規定されている。現代社会では、教科、 科目とそれ以外の諸活動を連携させて、教育過程を編成することも注目され、この二つの部門の組み合わせは、今日の教育において大切な要素になっている。現在の学校教育においては、教科外活動として、学級活動、ホームルーム活動、児童会活動、生徒会活動、学校行事、クラブ活動などからなる特別活動と、 道徳の時間や総合的な学習の時間、外国語活動などが全員が行う活動として学習指導要領に規定されている。また、その他の教科外活動としては各学校における状況に合わせて校内清掃や地域社会との交流などが行われている。一方で部活動など生徒等が自発的に参加する課外活動もあるが、それらは本校における 教育課程には含まれない。日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における教育課程は、文部科学大臣が教育課程の基準として講示する教育要領、学習指導要領に基づいて定められる。各学校の教育課程を定める際には、学校の設置者が、 文部科学省その他の観光所が作成した解説や手引きを参考にして対抗を定めて各学校がさらに年間計画などの詳細を定める。教育要領、学習指導要領は幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、 特別支援学校小学部、中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領があり、約10年ごとに全部改正が行われている。第二次世界大戦前における教育課程は、各学校種に応じた教則に基づいていた。幼稚園及び特別支援学校の幼稚部における教育課程その他の保育内容について定められている。 認定子ども園をはじめとする用法一元化の動きもあり、厚生労働省が講示する保育所保育指針の位置づけも高まっている。各授業科目にかかる授業時間数、指導する内容、特別活動の内容などが細かく定められている。詳細は学習指導要領を参照のこと。かつては国立学校、公立学校、 私立学校ともに例外なく学習指導要領に従うことが学校教育の要だった。1998年改定時のゆとり教育導入に関する件により学習指導要領は従来の教育の上限から教育の加減へとその性質を変えたとされるものの加減でありながらも高等学校必ず履修科目、未履修問題などが起こった。明治時代中期から 学校教育法が施行されるまで教育課程の詳細を定めていた文部省の文書である。ありがとうございます。